た足腰が、ねね、大丈夫大丈夫、あと30分じゃあ大丈夫、はい、足ビリビリ痺れてませんか、はい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、そして本当この2人で進めていくわけにもいかないよ ね、はい、じゃあ先生を、先生呼びますか、はい、はい、じゃあ皆さんで呼んでいただきましょうか、はい、先生のドアラです、はい、せーの、
全く聞こえません。もう一回お願いします。何ですか？どうやらね、食パンが好きっていうよりも生活に困った食パンって答えた気がするんですが、好きで、ね、そこにコーブスではない気がするんですが、食パンしか食べれなかったんです。皆さん結構これいいかもしれませんね。はい、じゃあ次の質問ありがとうお願いします。次行きます。はい、じゃあですね、大きい声出ますか女性。横目で私を見た女性、はい、はい、お願いします。大きい声を恥ずかしがらずに。興味あります。はい、ドアラの自然に、はい、ドアラの耳がどうやって見るんでしょうかと、はい、はい、はい、なるほど。テンションが上がった時にザバッと伸びます。はい、それでは次。テンション次第です。そうね、はい、テンション低いからもうザバーってなくなってますよ。さあ次質問ありがとうお願いします。じゃあですね、目に入ったあなた、耳がドアラのピンク、はい、お願いします。長いのでまとめますと、選手と仲良くしてますかってことですか？バッティングのフォーム教えたりしてますよね。あー、ドアラ教えたい人、はい、すごい上から見せてですけど大丈夫ですか？本当にね、あの若手選手に超上から見せてますよね。プロ野球の選手、ベテラン選手にはもう近づかないです、ね、あ、そうなんですか？あ、じゃ あの野球の指導をしたい選手は誰かという、はい、そうですね、とんでもない質問な気がしますが、まあ、さらっと答えてください。はい、どうから野球は上手なんですか？そうですね、昨日知ってます。本当思いっきり謝ってますね、バッテン失敗して。あの僕のブログの1枚目の写真はウッズ選手ね、謝ってる写真です。あ、そうなんですか、はい、ウッズ選手とはいいことでした。バッテン失敗したらすぐウッズ選手見た方がいいですよ。あ、そうなんですか、怒ってるんですか？怒ってるでしょ。戻ってくる瞬間と可愛いコーチも、はい、あ、可愛いコーチも、はい、なるほど。皆さんそちらの方もご注目ください、はい、さあ次の質問ある方、はい、はい、じゃあですね、青いドラゴンのシャツを着ているあなた、後ろ向いたあなた、ピースのあなたです。大きな声でお願いします。あ、大丈夫ですか？はい、好きな人、まだあの答えかしら。ドアラ好きな人はいますか？最近ちょっとドアラね、少しずつ大人の階段登ってますのでね、うん、あ、なるほど、表現方法あなたたちです。受け止めてこの愛を。本当に弱ったりだけですよ、ね、本当になんか大人になってしまいましたね。こんなやつじゃなかったんですけどね。ですよね、いつの間にやら、はい、はい、さあそれでは質問のありがとう、はい、はい、じゃあね、パペット2つ持っている女の子、大きな声で教えてください。耳毛の手入れはいつしているんですか？皆さん耳毛ばっかですけれども、耳毛の手入れはいつしているんですか？はい、そうですね、気になります。気になりますか？全然そうですか。はい、気になった時です。要はほったらかしです。はい、勝手に見てますからね。はい、はい、皆さん大丈夫ですかね。はい、もうカメラを構えてるからね、もう手を挙げていない方がほとんどですけれども、じゃあ石黒さんから質問したらどうですか？僕ですか？ええ、この際普段いやいや、僕いいですから、皆さん。あ、いいですか？はい、じゃあ皆さん何か質問ある方、